皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編75編、指揮者のために、ホロボスナの調べで、アサフの賛歌、歌。私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。あなたの御名は近くにあり、あなたの苦しい御業が語り継げられています。私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く。地とそこに住むすべての者らが揺らぐとき、私が地の柱を固く立てる。私は誇る者には誇るなと言い、悪者どもには角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなと言う。高く上げることは東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。まことに、神こそ裁き主。あるものを低くし、あるものを高く上げられる。主の御手には杯があり、混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒が満ちている。主がこれを注ぎ出されると、実にすべて地の悪者どもは、それを飲み、かすまで飲み干す。しかし私は、とこしえまでも御業を告げます。ヤコブの神に褒め歌を歌います。私は悪者どもの角をことごとく切り捨てます。正しい者の角は高く上げられます。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。長澤貴文さんの曲で、命の木。どうぞお聴きください。地で全
Cheers.
ここからは恵みあふれる聖書からのラブレター、グッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース、おはようございます。沖縄ベタニアチャーチの石田千賀です。今日の聖書のお話です。聖書箇所、ローマ人への手紙12章2節。この世と調子を合わせてはいけません。アーメン。今日の聖書箇所、この世と調子を合わせてはいけません。皆さんは周りと調子を合わせてしまうことはありませんか？自分は違う考えなのに、友達のノリに合わせてしまうことがあるかもしれません。今日登場するダニエルと3人の友達は、自分たちの態度を周りに合わせるのではなく、何が神に喜ばれることなのかを見分けようとしました。エルサレムにバビロンの王が攻めてきて、多くのユダヤ人を捕らえて、遠いバビロンへ連れて行きました。そして捕虜の中から選んだ若者をお城に集めました。その中にダニエルと3人の友達がいました。まだ中学校ぐらいの年頃でした。バビロンの王様の家来が連れてきた若者たちに言いました。これからバビロンの言葉や決まりを覚えてもらう。しっかり勉強して王様の立派な家来になるように。バビロンの人たちは本当の神様を信じていません。もしかしたら偽物の神を拝むように命令されるかもしれません。何があっても本当の神様を信じていこうとダニエルたちはそう心に決めました。お城での生活が始まりました。ダニエルたちの他にも同じ年頃の少年たちが集まっています。食事の時間になるとご馳走が並べられました。ご馳走は王が拝んでいる偽物の神に捧げられたものだったのです。ダニエルは王様の家来に言いました。どうか神様のご馳走を食べなくて済むようにしてください。家来はダニエルの願いに耳を傾けてくれましたが、困ったように答えました。栄養が足りなくて、お前たちの元気がなくなったら私が叱られるのだよ。そこでダニエルは自分たちのお世話係に言いました。これから10日間野菜と水だけをください。その後で僕たちと他の少年たちと比べてみてください。お世話係は分かった、試そうと言ってくれました。10日が過ぎました。お世話係は野菜と水だけで過ごしたダニエルたちと王様のご馳走を食べた他の少年たちと見比べました。ダニエルと3人の友達の顔はふっくらつやつやで、体も他の少年たちよりがっちりしていました。不思議なこともあるもんだ。でもこれなら大丈夫だろう。お世話係はその後もダニエルたちに野菜と水の食事を与えてくれました。3年間の勉強が終わって、少年たちは王様の前に並びました。王様が全員と話してみると、ダニエルと3人の友達が誰よりも賢いことがわかりました。ダニエルと3人の友達は王様のそばで家来として働くことになりました。私は実家に行くと毎朝炊きたてのご飯を神様に
先にあげてからじゃないと食べたらいけないんだと言いながら神棚に備えていました。それを次の日はまた炊きたてのご飯に変えるので、一日経ったカピカピの固くなったご飯をお湯の中に入れ、火にかけて柔らかくしてから食べていました。そしてもらい物をしたとき、自分で果物を買ってきたとき、仏壇に持っていき、捧げてから食べていました。私はクリスチャンになったから仏壇に捧げられたものは食べれないと言いました。私の分は仏壇に捧げないで避けてくれるようになりました。神様が家族に話す勇気も与えてくださり、お母さんの心に働いてくださって、仏壇に捧げられたものは食べないでいいようにしてくださいました。神様が守ってくださったのですね。神の御心を見分けて従う知恵と力を祈り求めましょう。お祈りします。神様、ダニエルと三人の友達の話から、この世と調子を合わせてはいけませんと知りました。いつでも本当の神様だけに従っていくことができますように、力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。次の曲は竹下静香さんの曲で、ただ単純にあなたを。どうぞお聴きください。Thank you.
す力信じて、どんな時でも一人じゃないよね、単純にただ単純にあなたのスペシャルでいられる幸せ、ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますのでぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ0989884787、また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。